皆さんこんにちは。ミュージカルフランケンシュタインに出演いたします加藤和樹です。今回僕は、ビクターの親友であり最大の理解者であるアンリーと、ビクターによって生み出される怪物の二役を演じます。僕自身ですね、この二役今日衣装を着て撮影したんですけれども、本当にこうキャラクターの違うというか、もう全く別の生き物を演じているという感覚で撮影しました。物語の中でもですね、キャストそれぞれが一人二役を演じてですね、その全く世界観が違うようで実はつながっている、なんかそのすごく不思議な感覚といいますか、僕はこの韓国版を見たんですね。なのでそこの受けた衝撃と感動というものを、皆様に届けられるように、頑張りたいと思っています。今ですね、僕はアンリの状態なんですけれども、本当にスラッとしていて、天才肌というか天才なんですけれども、すごくスマートな、心優しい青年です。対してですね、怪物はちょっと、身も心もこうボロボロと言いますか、本当にこの世ならざるものという感じを僕は今日撮影して受けました。なのでその対比がですね、この衣装も見た目でも表れていると思いますし、やはりそこのミュージカルだから音楽だけではなく、そういう衣装だったりその舞台セットの世界観というものを楽しんでいただけるのではないかなと思います。韓国で生まれたこのミュージカルフランケンシュタイン、僕自身もですね韓国に観劇に行って本当に感銘を受けました。で今日改めてこの実際にアンリとそして怪物を、撮影とはいえ演じさせていただいて、やはりその見たままの物語の世界観が自分の中にスーッと入り込んできたんですね。なのですごく感情も作りやすかったですし、なのでこれが舞台上で皆様の前にどのように映るのか、僕自身もすごく楽しみにしています。ミュージカルフランケンシュタイン、ぜひ劇場に足を運びに来てください。お待ちしております。